チャンピオンウィナーフリースタイルをぶちかましてもらいましょう。DJ フィア、とりあえず今日はありがとうございます。今でもちょっと現状が信じられないっす。 Yeah Yeah Yeah、 まずは Yeah フリースタイル Yo Yeah 京都の MC Yo、 みんな聞いてくれ。64人の中で何人がライブして何人がフリースタイルしてこの街を盛り上げるか、そいつが重要よ。しっかりと盛り上げる。そう嬉しい。俺も負けっぱなしの MC だったが、やっと2016、20歳になるとして優勝できることができたぜ。まだまだまだだらだらやってる。こんな MC ですけど、レベゼマバックフッツあと RPG、 こいつりょうたと一緒に組んでやってる。ライブもやってるからよ、見に来てくれたらそりゃ嬉しいよ。 EP も全部レックは終了、 PV も撮り終わったし、あとみんな見てくれ、聞いてくれ、入れくれ、もっとラップよ、しっかりとジャンプだったならばそれなりの責任っていうやつがあるから、今日はひたすらやるぜフリースタイル。後でみんなよかったらサイファーしましょう。イエー、ありがとうございます。京都の新しいチャンピオンラックにもう一度大きな拍手。アルティメット MC バトル京都代表ラックに来てもらいました。おめでとう。ありがとうございます。ついについに何回目挑戦ですか？5回目ですね。5回、はい、5回出てるね。今日で5回目、はい、今現在おいくつ？まあ19です。今年は5回出てんの、はい、14歳ぐらいから出てんの？あ、16、17、18、19、今年20歳なんで。なるほど、はい。いやすっかりカップも良くなってにがりか落下ぐらいの成長のしっぷりを感じますけど、すごいですね。同じ世代だ、にがり。そうですね、ジョーとかも大阪で勝ったジョー、はい。あとは、どっかの代表いるよね。ああ、長野のにがり。はいはい、にがり、にがりもそうですね。96年世代。そうですね、素晴らしいですね。タレント豊富な新しい世代だな。ございます。京都激戦区だったと思うんですけど、はい、どうですか今制した時の感想というか。なんか僕がやっぱ自分その負けっぱなしやったから。確かに確かにとか言ったら失礼だけど、全然もうその通りやったんで、現状ちょっと今あんまり受け止めきれてないっていうか。でもやっぱそのおめでとうって言ってくれる人に対して、あ、俺とったんやっていう気持ちでいっぱいする。でしかもみんなの選んだ京都の代表の地元がここなわけで、はい、そうですね。ここの地元がラックに任されたのがでかいんじゃないかな。僕も高校生ラップの試合とか、今まで DMM に出てくれた試合とか、もちろんラックが上手なのを知ってたので、はい、なんか勝ちきれないでちょっとかわいそうだなって言ったらすごい失礼だけど思ってたんで、今日はなんかいつもと心持ちが違ったとか、なんか意識が違ったとかあったんですか？なんか前までほんまに自分自身がなくて、で、まあ、ある人から自分自身も働いて、奇跡なんか新人と言葉をいただいて、すごいね。もう単純に自分の力を信じようと、で今日挑んでますね。結構一言で変わることとかありますよね。そうですね、はい、ある人も昔エロン君に言われて、こういつも通りで行きますって言ったら、はい、いや、いつも通りで行くって言っていつも行って負けてるやんって言われて、じゃあもうバチバチに気合入れようっつって、それで3回目の挑戦で始めた。いろいろそういう言葉をかけてくれる素晴らしい先輩がいたんです。まあ愛されてそうだもんね、ラックは地元の人に。本当にありがたい限り。普段はあれだ、はい、地元のサイファーの仲間とかといつも行動してる。そうですね、亮太とか。はい、そうですね、まあ、ビンタとか。そうですね、ビンタさんとか、はい、いや素晴らしい仲間を感じるなと。そうですね、ありがとうございます。まあ、ちょっと新しい、ね、京都なんで、はい、乗車必須の断りではないですけど、そうです、はい、ちょっとレーシーやソウル、はい、先輩たちも出てて、 そうですね、その中でのラックの優勝なんて、出てなくて優勝だったらまた、はい、非常に感慨深いものがありました。最後に本戦に向けて一言。いやもうやっぱダサいラップはしたくないなっていう、自分でやっぱ掴み切ったキックなんで、もう頑張るのです、ね、はい、本戦期待してます。ありがとうございます。最後の最後に好きな食べ物。唐揚げっす。多いですね。唐揚げ。京都代表ラックに来てもらいました。ありがとう。ありがとうございます。俺はさ男、負ける気なんて一つもね、手がね、出られ、この場、ぶつ
きあり合ってゴールか不ゴールかどっちでもよろしい。この瞬間リスナーがプレイヤーサバッタ俺がここに今立っちゃう。向こうに転ばろうが最後が馬どっちに立ってもいいよ。俺は幸せだ。負ける気さらさらねえ。それ当たり前だろ。64人が全員そのつもりできてんだよ。若手のカーポッパイほうれん草に頼りきりの MC には興味がない。よう分かるか。つまりはお前は物に頼るよりも人に頼るよりもまずはこのマイクを信じた形になるならそいつを信じろよ。当たり前のこと言ってんじゃねえよ。俺の大迎え瞬間まだポカッ分かる。俺はそうマイクと他のものじゃなく信じるのは自分のみだ。人のことそれはあんの。俺が先これ人があんの。別に格好悪くてもいいよ。俺は泥臭いのが一番輝けると思って。泥臭いものは輝ける。俺も負け続けて負け続けて今この場所にいる。そういうことよお前も分かってね。第何回も負け続けたぜよ。そういう5年越しの挑戦状ほうれん草こいつがドキュメント。あはよ分かるか。ポッパイっていう名前自分の力に頼るならそれは可愛いなよ。全員その手を上げなしてください。一斉で握りしめたビルに近づけた焼き吸い込みなファイブルスポブルス込みな。今日勝つために生まれてきた。今日勝つために負け続けた。今日勝つために成し上がった。俺が新兵だ。それが分かるか。